横浜アンパンマン子供ミュージアムは横浜市西区の港未来地区に所在するアンパンマンをテーマとした参加型ミュージアムとショッピングモールの複合施設である。事業主体は日本テレビ音楽株式会社、運営主体は株式会社悪夢。旧施設は港未来地区の48街区における暫定利用施設として2007年4月20日に開館。開館当初の名称は 横浜アンパンマン、子供ミュージアムであったが、有料のミュージアムと入場無料のショッピングモールで構成されるため、後に横浜アンパンマン、子供ミュージアムモールに改称した。国内で展開するアンパンマン、子供ミュージアムの第一号施設である。前述の通り暫定利用施設として運営されており、2017年4月にも当初の借用期限を迎えることから、 運営会社ではその後も新しい場所に移転した上で営業を継続する方針としていた。2016年3月には港未来地区の60の62外区を対象とする開発提案の公募で横浜アンパンマン子供ミュージアムモールの移転プロジェクトが選ばれた。その後、同区画において横浜アンパンマン子供ミュージアムとして2019年7月7日に 移転開業することが決定。移転計画により新設された建物は、地上3階、地下1階建てで延べ床面積は、旧施設の約2倍となり、また1階に入場無料のショップフードレストラン、2階にミュージアムのチケットカウンターショップ、入り口、3階にミュージアムを配置する、全天候型の屋内施設となった。新施設の運営は引き続き、悪夢が行い、 さらに今回は30年間の定期借地として、長期の運営も視野に入れている。施設の移転を前に48街区の旧施設は2019年5月26日に閉館し、新施設は61街区に場所を移して予定通り、同年7月7日に開館を迎えた。なお、初年度の入場者数は約100万人を目標としている。 当施設のミュージアムエリアは入館料が必要であるが、ショップフードレストランエリアは無料で入場できる。各フロアの詳細は公式サイト内、フロアマップも参照。飲食店や売店など14店舗が出店しており、広場でアンパンマンゴーとダダンダンが登場するショーなども行われる。主な店舗3階のミュージアムは以下の8つのエリアで構成され、 メインステージ会場となっている広場ではアンパンマンのショーが毎日開催されている。なお、ミュージアムショップはチケットカウンターのある2階に設置されている。詳細は公式サイト内、アクセスを参照。ありがとうございます。